踊り込んでまいりましたのは大混戦でございます。店長岩崎雅美さんをはじめ50名の皆さんです。私たち大混戦は聴覚障害者や手話に対する理解を求める目的で創立し、今年で34年目になります。太鼓の響きを体に受けて、仲間の動きでリズムを確認しながら、得意のアイコンタクトで技を決め、大きな家族となって3月に接客した谷口元連長の思いを胸に、心を一つにして力いっぱい踊ります。ご声援お願いいたします。ありがとうございました。